さあ、なんかカイマルとユイが。あれ、ブッダまた。いいね、何か作るですか？何か食べるますか？七草が、くすし、あー、そういうことか。くすしってそういうことか。あのね、毒を防ぐ方法を知りたくて、それが気になってんだよな。あったあった、毒ダミ茶。対毒がつくんだね。あー、お茶でするんだ。じゃ、毒ダミ茶にして食べよう。いただきます。ところでミルテたちはどのようにヤナトをしたのだ？ベンタニアとはいくつもの海を越えた先にあるのであろう。ふーむ、そうですね。ミルテたちが行きたい初めのヤナと違いました。オーカという国に行きたかったです。オーカの国か、知ってるの？ヤナとよりもはるかに広い大陸の、国だ。北西の海を越えた先に、あー、あっちの方ね。へえ、キントは知ってますかや？寺で聞いたことがあるような。それはそうであろう。寺で伝える故郷はまさにオーカより伝えられたものだ。故郷だけではないぞ。祭りや、私文、調理から道具の作り方まで、オーカからありとあらゆる英知をもらったらされたと。この箸という道具もオーカから来たものだと聞くぞ。何それ、まことか、全く知らんかった。オーカとベンタニアの遠いですが、歩いていきます。旅する人、昔からありました。ミルテたち、オーカにもフォロモスを伝えたい。でも歩くぞ、大変。それにベンタニア、間抜けるとずっと戦してますと。だからミルテたち、船で旅しました。ずっとずっと東へ。途中、ナディートという国でヤナトのことを知りました。ナディート、オーカよりも西の国。どのあたりなんだろうな。物好きね。西方からの海地で、来たのであれば、確かにヤナトはオーカの前に立ち寄る地。そうか、それでこのヤナトの戦に巻き込まれ、足止めを食らってしまったのだな。司祭様、ヤナトで死んでしまいました。ミルテもここにいますと。オーカはもう行けないかもしれませんと。でもこれから神のおぼし召しを思います。だから見るて頑張りますと。見るてがヤナトに来てよかったと思える我々が力になっているのではないか。ごちそうさまでした。ごちそうさま。さあ、なんかカイマルとユイが。あれ、ブッダまた。死者ねえもんは死者ねえ。ほら、おめのお母でも、おねえでもねえ。穏やかではないのは何があった？いや、あとんていてい。何しゃ、そこで、そべこぶったり叫んだからって、みんなが言うこと聞いてくれって思うなよ。また逃げてった。何をしてる？いい、かぶかけるぞ。ああ、嘘の。何を迷うことがあるか。このままでは二度と会えんようになりやしれんのだ。お主、必ずラスイは守る。じゃから二人、カイマルを連れ戻すんじゃ。ああ、なんかどえらいことになったな。せっかく毒ダミ茶飲んだんだけどな。マジか。それはちょっと予定外。なんか作るかや。危ない危ない。必須いね。先にちょっと田んぼ仕事して、でそれからだね、追いかけるのは。で、多分だいぶ
能力に何か影響ありそうな気がするんで、追加で、毒ダミ、七草ね、よもぎとかこの辺りは鬼真珠とかね、あ、一応こんだけか、で発酵させよう。一本穴にいるのかにしてもユイはカイマル手加減なしに殴るからな。あら、なんかチュートリアルが出っ放しだね。さて、カイマルどこまで行った？あれ、当てが外れたの？神様、また何かいる。え、うん、この程度、この数ではないわ。ほい、おお、まあね、レベル差はまああるからね。おい、なかなか動きが、どれだけ湧いて出るんじゃ。あ、ワンちゃん強え。あ動物の数がやべえ。こいつひでえことで語って悪かったっちゃ。よしよし。しかし田中はもう大喧嘩せんでくれよと。わかりました神様。いや、てか動物の数よね。出る。トルマナ取ったからね。そしたら毒煙の谷行きますか。前回毒で結局行けなかったんだよね。体毒で、あとは食事は持つと腹持ち効果が高いからね今はね。さてさて、特に何かもらえるって感じもないのか。で、この先だよね。ちょっとやっぱ毒食らってるな。
体毒と言ってそういうわけじゃないのか。いけ。それはやばい。ああ、マジか。そういうことね。体毒ってなんだ、そしたら。時間か。それはちょっと。それはちょっとなぁ。よし、行こう。まあ確かにちょっと発動は遅いけど、減りもそこまでって感じか。ああ、地味に減ってく。ああ、地味に減るね。とりあえず呼吸石ゲットして、ああ、あれ左行ったらなんかあったね。さて、新たなとか蔵の道と、やっぱ宝を入手、面があるね。面取り行こう、面。あ、退避完成。はい、来たー。よし、これで OK。 沖縄の麺と、どんな感じ。毒抜きの知識、毒属性を受けるダメージは 50% 減少、罠よけの経験、地形から受けるダメージは 30%、 老体、敵から受けるダメージ上がんのか。あー、こういうマップにはいいかもね。一旦これで作ってもらって、あとあれだよね。うーん、なんか来たー。アイガムかな、いや、カルガムか。アイマルか、やっぱ。うん、カモじゃな。どう見てもカモじゃ。お主は何とでもすぐに打ち解けられるんじゃの。これは、ありがたいな。なんかゲードも仕込めるものか。よし、一列に並んでみせよう。まあ、無理だよね。うん？あ、やっぱこうなるよね。すっげえな。こやつら虫や草を食うておるぞ。これは、買えば夏場は楽ができるやもしれんの。いや、めっちゃ楽よ。そういうことか、やるではないか、買いまるよ。ふーむ、しかし買おうとなればこやつらのための小屋がなくてはの。どこぞで素材を調達してくるか。待て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 、水が多すぎる。水はね、ちょっと15ぐらいに収めたいね。多分これで 10% か。まあ 10% ぐらいにしとこうか。完成した、マーク。まだ夏始まったばっかりか。本気だったっけ、右下なんだっけ。コヒか。コヒをね、で、コヒをこれは使えない。必須作った後だろうな、使うんならね。朝渡して、すげえ、木肌も入れるか。紫のね、まあそうね。
白生地の羽はいらぬ。麦、芋、よし、これやってみよう。で、家を作らないとっていう話が出たよね。そうか、すべてが後手だ。すべてが後手に回ってるね。すげえ、あーマジか。なぜかな、入れた後にっていうのが多いな。はい、大技物とかも作って。落ち葉じゃない、今欲しいの落ち葉ではない。やばい。やばい、ライフの減り方半端なかったな。いやマジかー、戻った。あーすげー、おっこありがたいね。あとは踏んだ。いやー夏のうち楽したいからやっときたいんだけどな。舐めないと。意外と枯れてしまったか。ここよし。で、どうした、何か探し物か。えらく落ち着きがないが。あ、魚見れてんの。べっ甲かんざしなくなったです。べっ甲か。また洒落たものを持っておるではないか。ポロモスの信徒になったヤナトビトがくれた、とても大事です。しかしそれだけ探しも見つからんのであれば、いっそ新しく作ってみても良いのではないか。今の金太ならかんざしぐらい作れるじゃろう。とりあえずそれで一度落ち着け。まあまあ、べっ甲のかんざしの方そのうちコロッと出てくるかもしれんぞ。外に持ち出すはずもなし、この峠のどっかにあるに違いなかろう。せっかくなら、なるべく良い素材で。お？翡翠竹、はい。マジか。寝てるな。あ、ムシムシ。そうか、違う違う、おひいさまじゃなくて。よし、そしたら、いただきます。これはもしや虫ではないか。サクナは虫歯すかねえのかね。お生まれになった頃から都暮らしはこのようなものをお口にはなさえませんが、しかし虫は、イナゴね、佃煮や油揚げなどどれもなかなか飯に合いまするぞ。バターヤナトじゃない国でもよく食べるです。ほら虫大好きだ。まあタンパク源だもんね。カエマルにだけはこのような不気味なものを食わせんからな。まあまあ、カエマルも埋めてバカな神様も怖いもんあるんだよな。はっはっは、そこまで申すな、食ってやるわ。ドリアーって食ってたね。下りに書いてあったね、白米がゆどんぐり汁、蜂の子の炙り焼き。蜂の子か。あとちょっと活動再開して、まあいいか。なんか見えた。
そうだね、これでも朝迎えてしまって。加工品は？ちょっと塩を手に入れないと少なくなってきたね。あ、めっちゃ傷んだな。草抜きの匠アコ、あと金太を渡してイベント進めて、あとは素材も集めきりたいね。琥珀そんなにもう使うかな。粘土も入れつつ、あーだいぶ実ってきたね。あとはというわけじゃ、こいつでミルトのためにかんざしを作ってもらえんか。女のかんざしなんかまじまじ見たことねえぞ。男はこれじゃから。そういうことならわしの貸してやる。よく見て覚えるがよい。もういい、返す。どうした？何やら顔が赤いぞ。ようなこと考えておらんじゃろうな。あんこたれすぐくっつくる。さっさと出てけ。ははははできたぞ。ありゃ二つも作ったのか。そうか、わしの分じゃな。お主も気が利くようになったの。のたむんなよ、土地を見るてのだ。ふもとの良き消えたとき、かんざしはばっくれたやつにこいつを渡せば謝りやすくなるってもんだべ。ありがとうございます。見れてそう嬉しいです。さくなもありがとうございましたと。金太聞くね。土星農家出るかな。出ないね。どこを見ておれ。んで、ほいほい。よし、揃った。これ戻ろう。で、イベント、あ、戻ってきてるんだね、ちゃんとね。戻った。あ、カイマルに渡せなかった。泡が手に入ってるね。銀杏もゲット。あ、時間が過ぎるとね。いや、これまだ干すよ。何か作るですか。だし、油、魚油からも油、何か作るですか。何か食べるますか。あ、白米意外と減ったね。いただきます。では省略。めっちゃ雨降ってんもんな。いや、そりゃね、乾かんわ。いや、まだダメ。さて、かいまるのイベントをこれで終わらせよう。うんじゃろ。おお、ほいほい。
柵の塔を開けとくだけで朝は自分たちで田んぼさえ行って日が沈む頃に戻ってくるそうだ。賢いね。カンは出したくないときはちゃんと塔を閉めろって。今は出す必要がないね。